はい、皆さんこんにちは、モンジーです。はいはい、ではね、今回も、初心者が行く OHOL やっていきたいと思います。なんかね、アップデートが入って、なんだっけ、魚釣りとか、サイコロとかトランプがなんか増えたらしくて、なんか魚釣りとかやってみたいですよね。はいではね、今回もどんなお母さんに出会えるでしょうか。やっていきましょう。生まれようとしています。生まれた、森の中で生まれた、森の中で生まれたけど、あなたは夢です。夢、ドリーム。ウサギ撮ってる。あ、何の音今の。コーンって言ったけど、なんかコーンって言ったら急にこれが出た。お、すごい、おーって言われてる。ウサギも取れた。おお左、あ、まだあんまり発展してないのかな、できたばっかりな感じ。家出か。 OK、 頑張る。あー、でも今なんか鐘がコーンってなったもんでさ、本家がなんか出てるのかな、本家の家が。まあまあ、ここにすぐり畑作るで、すぐり畑作るのか。じゃあ食べ物があれだね、この辺水辺。なるほど、水はこの辺ね。食べ物があんまりないのかな。オムレツ、オッケー、オムレツね、オッケー、オムレツ食べる。火は起きてるけど、あ、女の子なんだ。そうか。はーい。あ、でもお皿とかはあるのか。あんまり動かない方がいいね。今3歳だから。こう適温だし。ちょっとお母さんが多分いろいろやりたいと思うから。何が必要かな？とりあえず食べ物だよね。お母さんすごい手際が良さそう。大丈夫かな？はい、行ってきま。4歳か、よし。とりあえず何でもいいから持ってった方がいいね、最初のうちは。マーカーが、やーべ、はえマーカーが、マーカーを作らないと家の場所が分かんない。よし、これで多少は遠出できるから。あ、もうオムレツ作ってる。早えな。カゴを作ろう、まずね。カゴを作りたいけど石がない。三角形の石持ってくりゃよかったな。よし、ここでこれを食べて、これを三角にしてカゴを作ろう。これでカゴを作って、で、人参取ってこう。人参があったけど、おいおい。あ、食べちゃった。ちょっと、食いしん坊だな。人参を持ってって、あ、違う。あ、よし、とりあえずまずお母ちゃんがすぐり畑を作ってるから卵も持ってこようか。じゃあ
卵と、やべ、ダメだ、人参、人参一つしか持ってこれなかった、すまない。で、卵持ってこようかな。あ、卵持ってきてるね。卵焼いとこうかな。もう焼かんでいい？もう焼かんでいいかな。僕はお腹空いちゃうからさ、すぐに。ちょっとしばらくさ、体力がつけれるようにしないとまずいんだよね。これってかぼちゃだっけ？あ、トウモロコシか。これも持ってこう。シチューを作るのに多分、あれもうないの？シチューを作るのに必要だから、種をね、いろいろ持っていこう。で、畑も作って、ちょっとごめんね、ご飯ばっかり食べちゃって申し訳ない。かぼちゃと豆か。豆ってなんだ？豆ってなんだ？これか。サヤエンド、ナイス。天才だな、わしは。わしは天才か。え、もうない。これでもボールの方がいっぱい入るのかな。6個入るよね、ボールだと。ごめんなさい。なんか食べさせてもらいます。かぼちゃ、かぼちゃ。これか。これっぽい。野生のかぼちゃ。え、これでいいの？これ植えれるの？ん？あ、これで石で潰すのか。あれ？え、もうない？もうないの？ちょっとそこの石で潰そう。やべ、お腹空いてきちゃう。ええー、これもうないのか。まいったな。やべ、お腹空いてきた。ちょっとこれとんがらせて、で、人参食べよう。ああ！よし。で、種入れて、え？入んないの？マジ？マジ？入んないのこれ。ボールか。ボールじゃないとダメか。ちょっと食べさせてください。ごめんね。かぼちゃの種。あと、一個ぐらいないかな。あるじゃん。ナイスやん。あるじゃん。天才か？わしは。そして入らない。丸石。あ、鉱脈ある。え、嘘！マジ？孫だよ。徹夜。一時の、こう。ここに、あれ、ここに、なんだっけ、鉄鉱石じゃねえ、鉄鉱脈、あった、あった。あ、何？ウーバー？ウーバー？
いいよ。いいよ。星野哲也だった。こっちは星野バックナンバー。4歳か。家で立って。平和ボケしちゃうからね。そうね。ちょっと周り見てみる？ああ、実家はわかんないな。実家はどこかわからない。ママに聞けばわかるかも。はい。頑張って。とりあえずこの人参を食べてだ。で、うわ、狼来た。ああ、生まれちゃった。マジか。名字が星野だったからゲンにしよう。ゲンです。星野ゲン。卵ね、焼き続けてないと消えちゃうんですよね。だから。お、ばあちゃん食え。ラスト。お疲れ様。頑張ってね。また来世で。あらら。また来世で。なんか食わされた。一人娘なんだ。頑張るよ。ハート。これ食っとけ。あ、これ置いてってくれてんの？誰か取ってきてくれてるのか。死ねなくなったでしょ。はい、お疲れ様。なかなか死なねえな。なかなか死なねえな。あ、死んだ。よしよし。よしよしとか言ってるし。畑作らないとね。だいぶ体力ついたから。もう忘れちゃったなぁ。ええー、マジか。一平。よくわかんないけど。かぼちゃ入れたボールどこやったっけ？なんでどうした？頑張ろ。畑作れる？右にシチューの種があるから、わかるかな？
ここで。家出村っぽいか。正解。あれ、リセマラか。あ、めんじゃ、ちょ頑張って。あれ、なんか男の子しか生まれてないんだけど大丈夫かな。はい、やべえ、お腹すいた。ちょっと木もらっていいかな。この串もらっていいかな。あ、火が消えるんじゃないこれ。あれ、あ、これ潰せないのか。あ、潰せないのこれ。参ったな。枝がない。どうした？ごめん。枝がない。マジか。斧とかは作ってないのかな？斧。あ、枝がないからこれが作れないのか。斧が作れないのか。そうか。頑張って。あれ。女いないかも。笑。こんだけやって女いないとか。頑張って産むわ。何歳？ああ、そうか。ありがとう。ああ、行ってしまった。わあ、食べ物もなくなってきた。火がないから卵が焼けないんだよね。枝あるかなあ。ああ、ここで生まれるか。女の子？え、どっちだ。なんで無関係なんだろう。ただ、食べ物がない、わしの。あー、娘だ。希望にしよう。娘。来た。ちょっとわし死んじゃう。高いとこ行こう。火を起こさないと。火を起こして。焚き付け？あ、そうか。そうか。おの。の作れる？あれ、いなくなっちゃった。ああ、もう土枯れた。枯れた。すぐに出育てよう。すぐに出育てよう。
あ、しまった。あれ、なんで投げちゃうの？あかん。あー、しまった。私のせいだ。あげれなかった。ああ、積んだ。エイムが合わなかった。滅亡だ。悲しい。みんなありがとう。あー、終わってしまった。難しいなぁ。頑張ったけどなぁ。やっぱり枝が少なかったのか。そうだね。ちょっと緑色の部分が少なかったのかなぁ。もうちょいこっちの方来ればよかったのか。いやぁ、でもこの辺も少ないよね。そうか。まあ滅亡しちゃしょうがないね。火事でもやろうかな、じゃあ。あ、でもこれ叩くやつ、あれこれじゃないのっけ。あ、冬をつけてるの忘れた。冬をつけるの忘れた。イエーイ、やったね。ここで切れる。やっと切れるぜ。今、わしは何歳だ？あ、もう死ぬわ。もう死ぬわ。まあ、あれが作れたでいいか。斧が作れたし。まあ、こんな感じですわ。作れたかな？あ、作れた。じゃあ、あ、違う。置いて。あ、でも別にこれ出さなくてもいいの？あれ？あ、あー、死んじゃった。なんということだ。はい。まあね、こんな感じで終わる時もあります。ちょっとね、勉強したので、ちょっと嬉しいです。はい。それじゃあね、今回はこれで、終わりたいと思います。はい。それじゃあね、また来世で、あ、そうそう、よかったらね、あのチャンネル登録とか、グッドボタンとか押していただけると大変喜びます。はい。それじゃあね、また来世で会いましょう。はい。バイバーイ。バイバーイ。